ホセルイス・ブラウンは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、ランチョス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。アルゼンチン代表であった。クラブエストゥディアンテスの下部組織出身。1975年にトップチームデビューし、メトロポリターの1982とナシオナル1983では、キャプテンとしてプリメーラ・ディビシオン優勝に貢献した。 8シーズンをエストリアンテスで過ごし、コロンビアのアトレティコナシオナル、ボカジュニアーズ、デポルティーボエスパニオールでプレーした後にヨーロッパに渡った。フランスのスタッドブレストとスペインのレアルムルシアに在籍し、1989年にアルゼンチンに戻ってラシンクラブで現役引退した。代表1983年にアルゼンチン代表デビューし、 1989年までに36試合に出場した。1986年には、ディエゴ・マラドーナや、ホルヘ・バルダーノラと共に1986フィファ・ワールドカップに出場し、決勝の西ドイツ戦では代表で唯一となる、得点を挙げた。試合終盤に右腕を負傷し、 残り時間は腕を体に固定した上でのプレーとなったが、カルロス・ビラルド監督の交代命令を拒否して、プレーを続けた。アルゼンチンはサンロで西ドイツを破り、二度目の優勝を果たした。現役引退後は指導者となり、サンロレンソではオスカルルジェリ監督の下でアシスタントコーチを、ボカジュニアーズではカルロス・ビラルド監督の下でアシスタントコーチを務めた。2000年、 プリメーラディビシオンに昇格したばかりのクラブアルマグロ監督にエクトル・エンリケと共に就任。1年後、エンリケとブラウンのコンビは縫えば近いゴ監督に就任したが、11試合を引いただけで成績不振を理由に辞任した。2002年にはボリビアのクラブブルーミング監督に就任し、良いイメージを残したものの、16試合を引いただけで辞任した。 再び、ビラルド監督の下で働くことを決断し、エストゥディアンテスの下部組織で大きな成功を残すと、ビラルド監督が、エストゥディアンテス監督を去るのと同時に、プリメイラビーナショナルのアトレティコラファエラ監督に就任し、30試合を指揮した。2005年4月、首脳人との意見の相違を理由に、アトレティコラファエラを離れ、再びプリメイラディビシオンの アルマグロ監督に就任したが、アルマグロは、プリメーラビーナシオナル広角となった。2006年には、アトレティコラファエラと同じく、サンタフェシュラファエラに、本拠地をクベンウルの監督に就任し、2007年5月には、フェロカリル・オエステ監督に就任。同年12月、U-20 アルゼンチン代表監督に転任した、セルフィオ・バティスタ監督の後任として U-17。 アルゼンチン代表監督に就任。2008年の北京オリンピックではバティスタ監督のアシスタントコーチを務め、アルゼンチンは金メダルを獲得した。2019年8月12日、アルゼンチンサッカー協会はブラウンの死去を発表した。去年62歳。晩年はアルツハイマー病を患い、闘病中であったという。クラブ代表、ありがとうございます。